壊せ壊せ、俺様にコピーできないゲームなどこの世に存在する価値もないわ。それはお前の性能が低すぎるだけっちゃ。何を？ならば貴様はこの CD とやらのゲームをコピーできるというのか。当然ちゅ。どんなプロテクトだってぶち破ってこそ真の我ちゅちゅ。納得いかん。ネズミにできることがこの俺様にできぬなど、やはりこの国のゲームは抹消すべきだ。好きにすればいいちゅ。それはそれとして、なんでまたオイラが駆り出されてるちゅか。破壊するのに人では大いに越したことはない。ネズミの手でも借りたいとはよく言ったものだ。グッハハハハハ。じゅー、脳筋と話してると疲れるっちゅ。おばはんの方がまだマシっちゅ。壊すのは手伝ってやるっちゅけど、あいつらと戦うのだけは絶対ごめんっちゅからね。ふん、貴様のような臆病者の力を借りるつもりだど元よりないわ。戦いにおいて俺様の圧倒的破壊力にかなうものなど言おうはずもないからな。あいつを見てないからそんなことが言えるっちゅ。あの超イエロド S 女神を相手にすればお前だって。あー、ネズミさんだ。ジュジュ、この気の抜けるトロトロ声は。えへへ、久しぶりだね。来るなっちゅ、こっち来るなっちゅ。ああ、触っちゃダメだよブルル。野生のネズミはすっごくバッチンだから。ああ、そうだ、このネズミさんバッチンだった。だからバッチくないっちゅ。それとオイラのことはネズミじゃなくてワレっちゅうと。このネズミがいるってことは、これは七賢人の仕業ってことでいいのかしら。その通り。ぬふ、びっくりした。なんてでっかい声。耳がグワングワンする。俺様こそは七賢人が一人、七賢人最強コピーエース様だ。もうどうしてどいつもこいつも自分からバラすっちゅか。バラしてはまずかったのか。そんなの当たり前。いや、むしろこれは名前を覚えてもらうチャンスだったら、オイラも、オイラこそは七賢人のマスコット、その名もワレチュウ。さっきの大声のせいで何も聞こえやしない。よし、どうにか収まったわ。ああ、私も治った。もうちょっと音量抑えてよね。でっかい音を流す音量注意って先に表示するのが最低限のマナーだよ。ねえねえ、ネズミさんが落ち込んでるよ。もうどうでもいいっちゅ。ね、うるさすぎて聞き取れなかったけど、そこのあなた、ずいぶん派手にやってくれたわね。何？人の話はちゃんと聞いておけ。俺様こそは七賢人最強の男、その名もコピーリース。それはもういいから。しかしこんなストレートな手段で来るなんて、七賢人もついに馬脚を現したわね。小賢しい作戦をこねくり回すなど性に合わんからな。思う存分暴れてやったわ。ちょっと待つっちゅ。ここで言っとけって言われたセリフと違うっちゅよ。そんなこと言われていたか。ああ、もうこれだから脳筋は。ほらこれ、これを読むっちょ。俺様に命令するな。どれどれ。ガッハ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 、
ルイの女神が貴様らを引きつけてくれたおかげですんなりと…おい、これは何と読むんだ。破壊工作中。すんなりと破壊工作中ができたぞ。なんですって。そう、そういうこと。あいつはそのために。ん、どういうことだ。ルイの女神が俺様と何の関係がある。おバカはもう黙ってろっちゅう。ふえ、よくわかんないけど、ブランちゃんはこの人たちとお友達ってこと？そんな感じっぽいよね。私もよく分かんなかったけど。なんだと？俺様は女神なんぞと友達になった覚えはない。だから、さて、揃いも揃ってボケ倒してるとこ悪いんだけど、私かなり頭に来てるのよね。おう、ならばどうする。俺様と一戦交えるか。七賢人最強であるこの俺様と。ノワールちゃん、どうするの。この人最強だって。問題ないわよ。自分で最強最強言ってるやつは得てして大したことないんだから。おお、そうなの。ええ、例えばねえ、ネプチューヌ、女神の中で一番強いのは誰かしら。こりゃ私だよ。なんてったって私最強だからね。ね。おお、なるほど。あれ、その納得のされ方は私的にものすごく納得いかないような。えい、いつまでごちゃごちゃ喋っている。やるのかやらんのかはっきりしろ。言われなくても。言ったでしょ、かなり頭にきてるって。あなたが壊してくれた工場と同じ目に合わせてあげるから覚悟しなさいよね。ブルルート、あなたも手伝いなさい。いいの。もちろん正気よ。それくらいあいつをブルブルにしてやらないと気が済まないの。えへへ、ノワールちゃんがいいって言うなら、それ徹底的に、圧倒的に、究極的に壊してあげるわ。粒も残らないくらい細かくね。キュー、で、出てきやがったっちゅ。お、おいらはもう帰ろっちゅからね。あとは知らないっちゅ。ふん、雑魚はとっとと帰れ。戦勝祝いに俺様の大好物のパインサラダでも作っておくんだな。あ、こいつ死んだっちゅね。また3対1？つまんない、物足りないわ。見くびるな。貴様らごとき何人束になろうと俺様の敵ではないわ。なんか前のやつもそんなこと言ってたわよね。ワンパターンだこと。七賢人って複数人プレイが好きな人ばっかりなのかしら。だとしたらとんだ変態の集まりね。ネプちゃんもそう思うでしょ。そこで私に売るかな。できればこのまま傍観者でいようかと思ってたんだけど。ダメよ、ネプちゃんも一緒に遊びましょう。ああ、それよりもネプちゃんで遊んだ方が楽しいかしら。それいいわね。その時は私もぜひ参加させてもらうわ。敵より味方の方が怖いです。誰でもいいから助けてください。ああ、もうやればいいんでしょ。やれば。まったく、はしゃぎすぎなのよあなたたちは。変身前にはしゃぎすぎてるあなたに言われたくないわよ。だ
ネプちゃんがいてくれると安心だわ。あたしこの姿だとついやりすぎちゃうから、その時は体を張ってちゃんと止めてね。お断りよ。あなたには少し同情するわ。女神に情けをかけられるいわれはない。ああ、もう限界だ。暴れてやる。力の限り暴れてやる。プリリート、手加減しなくていいから本気でやってやんなさい。私乱暴なことは苦手なんだけど。ノワールちゃんに頼まれちゃ仕方ないわね。どの口が言うんだか。あなたは私の手で倒す。私の番ね。もらった。食らいなさい。私の番だね。もらった。ぬこれしき。どうしてあげるの。これがいいのか。これがいいのか。どうやらしつけが必要。いつでもいけるわよ。それっと。ぬこれしき。はぁ。さて、どうしようかしら。やっ。私と戦えたこと、光栄に思いなさい。レベルアップ。イエーイ。ほい。レベルアップ。レベルアップ。ちゃんと強くなるよ。俺様の最強の体がごまらまぐしゃ。爆発しちゃった。汚い花火。まったく、最後の最後までうるさいやつだったわね。あなたたちほどではないと思うけれど。あら、何か言ったかしら。ネプちゃん、よく聞こえなかったんだけど。いちいち絡んでこないでちょうだい。絡んでないわよ。絡むっていうのはこうでしょ。お互いの腕とか足とかを。くっ、やめ。どこを触って。ノーワール、なんとかして。私知らない。プラネティーヌの女神同士で何とかすれば。今回はあなたがプルルートを変身させたんでしょ。ほらほら、ネプちゃんの方から絡めてきてもいいのよ。それとも、されるがままがお好み。くっ、だからやめなさいと。いい加減にしないと怒るわよ。ああ、怖い。まあ、悪ふざけはこれくらいにして。えへー、大きいネプちゃんはすべすべなんだね。気持ちよかった。本当に同一人物なのかと疑うわ。あなたは人のこと言えないと思うけど。さてと、どうしようかしら。この工場、しばらく使い物にならないわ。見事に壊されたよね。でもほら、七賢人の一人はやっつけたわけだし、おあいこだよ。人の国のことだと思って簡単に言わないでよね。ねえねえ、七賢人って一人減っても七賢人なのかな。そっか、それじゃあ六賢人。い
やいや、一本でも人参的なロジックでずっと七賢人を名乗り続ける可能性も激しくどうでもいいわよ。これも全部ルウィの女神のせいだわ。わあ、ノワールちゃん本気で怒ってる。あのさ、ノワール、普段ってそんな悪い子じゃないんだよ。確かに切れやすかったり、思い込んだらちょっと盲信なところはあるけど、こういう悪さをするような子じゃ。それはあなたの世界の話でしょ。とにかくルウィの女神だけは許さないわ、絶対に。聞く耳なしか。どうしよう、プルルン。あたし疲れちゃった。眠い。思いっきり目の前の現実を無視した発言だね。まあいっか、私も疲れたし、いい加減イースの機嫌も治ってるだろうし、帰ろっか、プラネティオナに。賛成。それじゃあね、ノワールちゃん。またそのうち遊びに来るから。帰るの？ここの後始末とか手伝ってくれないの？1万ネット2000円払う。